ザレミースタイリストの倉田さと子です。ザレミースタイリストの宮本香織です。ザレミースタイリストの高木亮です。ザレミアシスタントの西原圭です。サウナに行くっていうことなんですけど、サウナに行って、整うということを結構やってるんですけど、ずっと無心でこう暑いなみたいな感じの中で、で それでこうリフレッシュするというか、そのまあこう 脳を休めるみたいな感じでやってるところが、やっぱりそのなんていうんですかね、こうリセットになるというか、そういうのがあるので、まあ、生活の中で今結構大事にしてるようなポイントかなっていうのはそこですね。洋服が好きなので、洋服を休みの日に古着屋さんに回ったり、お店に行って買い物に行ったり、あとはまあちょっと無理してでもまあいいものを買って身につけるっていうことをします。韓国ドラマとかもものすごい見るんですけど、何時になろうが朝早くても朝韓国ドラマ流しながら出勤したりとかで、そのままハイテンションでお店に来て、そのままモチベーションで仕事をするっていう感じです。休みの日と仕事の日の、オンオフをあえて作らないようにしてて、常に同じテンションで、まあ、仕事も入れるようにっていう風に意識してるのと、あとはまあ女性って結構やっぱりその周期的なもので、なんか今週はちょっとうまくいかないなとか、そういうこういうアップダウンっていうのがどうしても、まあ、どこの会社でもそういう話が上がってたりとかするし、自分も感じてる部分があったんで、まあ、そこ薬で調節したりとか、まあ、ちょっと現実的な答えにはなるんですけど、何かですごく高まってもずっと続くとは思ってないんで、一定に入れるベースを作るように努力してるっていうのはあるかもしれないです。フォトコンを撮ることなんですけど、なんか今の本当に自分が好きな作品を作りたいなと思って挑戦していて、それでちょっとずつ結果が良くなってきてるので、ちょっと今年もまだちょっとばっかりで反省ばっかりなんですけど、ちょっとどんどんちょっといい賞を取れるように頑張ろうかなと思ってます。今挑戦してるのは、ちょっとこの辺を胸板を厚くするっていうやつに挑戦してるんですけどでも筋トレをめっちゃやってるとかではないんですけど、僕掃除機担当なんですけど、いつもめっちゃこうやるんですよ。だから遅いの掃除機かけるの最近いつもよりめっちゃやってるんですよこれを。でそういうのとかでちょっとこの辺をもうちょっといい感じにしていきたいなっていうのが僕が今挑戦していることですね。まあ今まで結構こう外食することが多かったんですけど、まあ、お店が開いてないこういう状況になったらもう何も食べることができないので、自分で食材を買って料理をするようになりました。挑戦していることというか、まあ、模索している感じではあるんですけど、環境がねなんか良くなってというか、まあ、お店のキャパもそうなんですけど、まあ、アシスタントも入ってきてくれて、だんだんまあ、仕事できるようになってきて、全然1年目の時とかもう笑ってくださいとかからだったんですよ。もう最初笑顔でお願いしますみたいな、挨拶をちゃんとしてくださいとかが、こうやって5年経ったりとかしてやっぱり変わっていくのも、なんか20代のうちってすごい分かりやすいと思うんですよね、その成長加減っていうか。だからお客さんもなんか大人になったねって言われたりとか、まあ、私たちも含めてなんですけど、それは言ってくださったりとかするんですけど、じゃあネクストどこなのかみたいなところで、一番仕事が面白い時期かなとは思っていて、30代、まあ、中盤まで、まあ、後半だったらまたちょっとまた変わってくるのかなとか、なんかそういうことを考えながらやってると、なんか自分の立ち位置ってどこでいるべきなのかなとか、どういうことをやっていきたいのかなっていうのはもう考えていかなきゃなっていうのは日々思ってます。デザイン作りをする上で大事にしていることね、これは何だろうね、人それぞれ結構みんな違うよね。うちのお店の私すごい分かりやすいところで言うと、それぞれの色がものすごくある。まあ、それなんかお店のねコンセプトでもあるんですけど、それぞれのなんかセレクトショップみたいに、なんかこう誰のところに行ってもいろんなものが味わえるみたいなところをこうお店の目標というかコンセプトとして抱えてるけどね、そうなってきたもんね。なんか、まあ、その人に合わせてっていうのもそうなんですけど、割となんでしょう、結構インスタとかで
流行りとかめっちゃ調べるのが好きで、どういうなんか人が今その世代に流行ってるかとか髪型とか、なんで結構割とそれを取り入れてこういうのどうですかってお客さんに提案して割と進めてやってしまう派ですね、うん、それをお客さんがやりたいっていうなんかじゃあやってみようかなって感じになりますね。なんかこういうの最近可愛いよって感じで言って、うん、お私似合いますかねってなって、これ絶対可愛いよってなって、うん、じゃあちょっとやってみますっていうのでどんどんなんか方向性変えていくお客さんとかもいらっしゃいます。それでもすごいいいよね。かおちゃんのお客さんはなんかそういう意味では提案を求めてるお客さん多いかもしれない。逆に高木くんメンズのお客さん、そうですね、高木くんのお客さんはなんか髪型が変わって洋服が変わって雰囲気が変わっていく人が多いなって私はすごい思う。なんか最初に来た時こんな感じじゃなかったよねっていう、なんか男の人は特になんかその感じがありますね。な髪型ってすごい分かりやすいかなって、ね、若いお客様は結構そういう方が多いかもしれないですね。ちょっとガラッと変わって、あなんかこれから変えていきたいですっていう感じで言われる方とかも多いので、でどんどんこう洋服とかも変わっていったりとか、そういう方は結構多いかもですね。ね、面白いよね、うん、だから あんなに大人っぽくなったんだ あの子とかっていう時もあるしね。そうですね。さとこさんはお家での再現性まで必ず伝えてあげる、まあ、これは多分お店全体でそうしましょうって言ってるのも結構あると思うんですけど、あの家に帰ってもちゃんとあの髪型が綺麗でまとまるようにっていうのはデザインの中で大事にしていることですかね、はい、仕事をしててお客さんと話したりしてて、でお客さんが結構そのやっぱヘアデザインして喜んでくれた方が僕的にはそのなんか気持ちも高まりますし、なんかたくさんお客さんやってて楽しいなって思ってる方がモチベーションが上がるんで、僕の中ではその美容師っていう仕事が自分のモチベーションの一つだなっていう感じっていう存在です。なんかバロメーターみたいな感じです。美容師はバロメーター。ちょっといいこと言ったのに最後笑いを取ろうとして失敗したパターンになっちゃった。専門学生の時にこのお店に僕初めて来たんですけど、あの、まあ、就活でって感じで2年生の時に、社長に初めてこうその時はカラーでお願いして、社長にあの指名というかそのお願いしたいっていう感じで予約して来たんですけど、なんかあこの人やっぱちょっと違うなっていう、そのやっぱすごいかっこいいなっていうのをやっぱこう感じたので、まあ、自分もやっぱそういう風に思われたいなって思いますし、まあ、憧れられる仕事っていうのはやっぱり思いますね、はい、ここにオープンする入る前オープン前の準備の時にあの社長に、私ネクラすぎて常に本当に地面にめっちゃ頭つくレベルでずっと下向いてられてたんですよずっと地面に頭つくレベルでもう社長になんかなんでそんなに下向くのみたいな、でここで一緒に働いたら絶対前向いて上向いて歩けるようになるからって言われたんですよ。原宿で歩けるようになるからって言われて、で、はい、7年経ってやっぱちょっと上向いて歩けてるなってすごい。もともと別になんかこうあのすごくニコニコしてるタイプではなかったんですけど、なんかそうである自分を作っていようっていう、まあある意味まあ演者ですよね、まあ、さっきかおりちゃんも言ってたけど、そうでありたい自分を作らないとやっぱりいけないなっていうのは感じてるんで、逆にそうじゃなく生きてたら結構性格悪い人間だったし多分嫌な感じだったなっていうのは思うんで、まあ、仕事がそう変えてくれたというか、まあ、その仕事をする上でそういう風に変えていきたいと思えたっていうのがあったので、まあ、自分自身を変えれるあのすごくいい仕事だなって、まあ、お客様にもちろんベースはあの喜んでもらうとか、まあ、その仕事の存在だけで言うとそうなんですけど、自分がなりたい自分になれるために努力できるものであったっていうのが答えかなと思います。